も柴田でーす。はい、新降臨メフィストがなんかできたっていうことでね、今日はこれやっていきます。パーティーはこの昨夜パで、なあフレンドにいい昨夜がいなかったんだよ。ちなみにね、悪魔パもかなり育って、実践レベルなんですけども、ま、今回のダンジョンは回復ドロップがないから昨夜の方がいいかなと、これでいきたいと思います。それではいってみよう。まずはデーモン2匹だね。ここはしっかりと殺しておきたい。いったでしょう。一撃で2体。よし。きたね。やっぱこれが昨夜の強さ。この邪魔ぷよさせないっていうのはいいね。こいつももう一撃でやっちゃおう。黄色視点かな。赤、青、緑、黄色。これ行くかな、一撃で。一撃で倒さなきゃダメってこと？コンティニュー。赤視点だな。赤視点で黄色緑緑の赤。これ弱そうだね。あ、これ間に合わないんじゃない？うわ、間に合わなかった。やばい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 、どうなるどうなる。あーやばい。黄色赤青緑。いったかね、いったかね。これはあ、これいったね。あ、これいったね。いった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 。はい、ドン。いきましたね。こいつも一旦か、猶予はなさそうだな。緑視点でいきましょう。青、赤。ちょっと足らないか、コンボが。ちょっとコンボが足らない。よしよし。おい、あ、これもう終わったじゃん。こんなの、こんな100コンボしたってこと倒せないからね、こんなのね。コンティニュー。うん、これめんどくさいやつは、うわ、遠いな、遠いね。マジかよ。ないじゃん、青が。
あ、落ちてこい。あ、もう全然ダメ。よし、これで4色あるね。これでいける。どこでいく？青、緑、黄色。いけ硬い硬い硬いよお母さん。マジでマジ硬いね。これどうしようもなくね、こんなの。え、これヘルボールで死ぬんじゃん。だったらエキトナいっちゃおっか。ヘルボールで殺されるぐらいだったら。ギリギリまで待っとっか。殺しちゃったよ。うわ、ダルシ、ダルシだ。ダルシとか男女に出てくんだね。緑、赤、黄色、青。これで死ぬかな。うわ、こいつ超強くね。やばない。コンティニューダルシ強いよ。これめちゃめちゃ HP 高いな。あ、これだろ。緑、黄色、赤、青だろ。緑、黄色、赤、青。あ、これでも半分も減んないだろうな。イビルノバね。アワリンいっちゃうか。アワリン、アワリンいっちゃおっか。倒そう、もうここで。魔法石はもったいない。アワリン、体力エンハンス、発動。ここで緑、黄色、赤、青。これで死ぬでしょ、さすがに。これで死ぬと思うよ。やりました、うん、そしてボス。あー、なるほどね。まあじゃあエキドナは結局使えなかったんだね、ここではね。4色ある？あるね。じゃあ行きましょう。指針乱舞発動。もう一発指針乱舞発動。黄色、青。ああ、ああ。ああ。絶対3ターン持たないやつだこれ。あのね、迷いが生じたね。迷いが生じた。あのドロップ操作中にこれ良くない。一番良くないよこれ。緑、黄色、赤、青。どんぐらい変だろう。あ、勝って勝って
もう落ち込んで繋がるし。いやーこれ強いよ。どう9コンボ結構下がったけど、これでいくかな。いけ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 、ほらカウントダウン始まったよ。カウントダウン始まったよ。これもうこれもチャンスじゃない。2321までは攻撃しないってことでしょ。これ大チャンスじゃね。ここに来てのカウントダウンはむしろ追い風、行くぜ。なんでやねん、なんでやねん。そこは2やろ、そこは2やろ。なんでやねん。あ、待って、これ、あ、これもエキドラ使えんじゃん。あ、なんだ、じゃあエキドラ使おう。あ、もう、あ、なんだ、エキドラ、なんか使えてたわ。はい、はい。イエス、イエス。まあデーモンはね、デーモンはいいよね。うん、うん、ヘルヘイム闇属性の敵から受けるダメージは半減。うん、いらんな。ゴッドエルブレス40倍、そんな強くないね。メフィストフェレス、80% 以下で悪魔タイプの攻撃力が4倍。うお、強くね。しかも俺悪魔派だし。まあね、メフィスト僕のパーティーには入んないけども、まあ、非常に強かったです。皆さんも攻略頑張ってください。ということで柴田でした。